い、こんばんは、お願いします。久々の ECCG、 どれくらい久々かと言いますとね、1ヶ月ぶりです。1ヶ月ぶりにね、やってきましたね。こうやってなんか、まあ、動画を後から喋りながら見るのも久々だと思うんで、はい、またこんな感じの、ね、動画も出していこうと思ってますんで、よろしくお願いします。まずは、まあもう初心に帰ってですね、スモーク使って縦スモークで、クラブハウス2階監視金庫回ってきます。まあ、最近、まあ、言っても2日しかできてないですけど、 PS4 やってみて、やっぱりね、難しい。で、久々にまた PC やってきましたけど、 PC も難しい。どっちも難しい。もちろん PS4 もね、まだまだやる気はあるんで、やっぱね、こうゲームやってて僕がこう楽しいなと思える瞬間って、なんか上達というかさ、そういうのを感じれる時期、段階っていうんかな。なんでこう練習してる段階やっぱ楽しいっすよ。もう早々に壊されちゃいましたね。今回家側もワンマイもいないんで、投げ物が怖いっすね。危なかったな、これ。まあ、突き上げてると思うんですけど、さっきさ、横壁工事したの見ました？落としたくて、その後、倉庫の横壁工事したんですけど、まあ、それがあるんで、多分ね、入りづらいと思うんです、相手も。なので、奥まで入りきらず、手前にだけ。あ、それか、あのフラグ、またドローン工から投げたんかな。ちょっとわかんないね。はい、ここで階層の、バリケードを開けてきたんですけど、まあ中の良さは分かってるんで、これ見ててね。こう、まずは壊しに行きますと、早めに。壊しても逆にあえて前出ます。ここで、あ、中じゃん、ボム中じゃんっつって、入ってきたりするんで、こういう感じでね。あ、いいっすね。相手も、あ、そうだ、これ、で、これ倒してからね。はい、ここはもう。これさ、マジでバレない、この飛び出し。正直甘えたプレイなんですけど、これ。ラスト一人っつって。ショットガンの光線距離じゃないのに。あの馬力を2パンしてね、出るの、本当音ならなくてバレない。はい、ぜひやってください。強いんでね。というわけで、続いて一緒行きますけど、そう、言うの忘れてたんですけど、これ、コミュニティのメンバーの皆さんとやってます。まあ、初心者というか PC にね、移行したばっかの方とか、僕も久々だったんで、ちょっと一緒に練習しませんかっていうことで。だから多分フルパかなでやってます。マジでね、こうやって、なんだろう、気の合う人と一緒にやれる練習っていうのがね、楽しすぎるし、こうほんとストレスなくできるから、気楽にできて、最高ですわ。はい、そんな感じで練習してました。で、これは、これ国境2階なんですけど、どういうラウンドかちょっと忘れましたね。はい、1枚使ってます。セキュリティ側から来てる感じだったんで、まあ味方のカバーしつつですね。ただもう帰ってきたんで戻って、これで守りは万全だ。マグネット準備。まあこれテルミットは分かってるんですけど、これね、武器庫なのか資料なのか分からなかったんで、はい、カメラ見て確認しました。今ドローン1台来ましたね。で、火花がずっと資料側で銃声鳴ってるじゃないですか、タイプ89。なのでこれ資料攻めかっていう風にちょっと分かってない、迷ってるというか、確定しきれてない状態です。はい、ここでわざと外に置いてます。これなんでそんな壊されやすい場所に置いてんのって思うかもしれないですけど、わざと壊せる目に入る位置に置いて、来たら分かるようにしてます。まあ、もちろん壊すと思うんでね。はい、今壊しましたね、テルミットの銃声で。これでも確定です、テルミが来ました。で、今狩りが撃ってきたんで2人確定ですね。まあ、こんな感じで敵の人数とか、まあ把握していくと楽っすね。
で、これカイドでもう一個つけてくれたんで割れずと。これあのテルミが寄りに来た瞬間を狙って決め位置ですね。これ割られますね、しょうがない。で、割れた後の入り分かるように後置きのカンチアラームですね。まあ正面テルミにやられましたけど、まだカンチアラームあるんで入られてはないと思うからね、焦らず。でドローンで中の配置バレたんで牽制していきます。牽制しないか、この変な位置に入って、まあ入りきりを分かるような位置ですね。ここはさすがに決め打ってこないと思うんで、決め打つならこの穴を打つと思うんですけど、穴打っても僕の方には弾飛んでこないんで、あえてこの変な位置入ってますと思ったら、木をしっかり耐えてきたんでちょっと分かんない。今ピーピー言いました。味方がやってくれた。いやーナイスですね。これ Twitch どっから来た？今このプレビューで見てたっすけど、資料から来てない？これだから木がこのね、正面側に焚いた2個の木は多分テルミの木なんすよ。でボム缶ぐらいにも焚いてましたね、トゥイッチが、おそらく。で、資料側にいる僕の、まあ、味方のね、車線というか、そっからこっそり走り切ってきましたね。危なかった。はい、まあ、あんまりね、なんだろう、ま、うん、ちょっとワンチャンあったかな、どうだろう。うん、安定な、もうちゃんと配置ゲーできてたんで、役割をね。だから危なくはないと思うけど、でもワンチャンありましたね、でももしかしたら、あの、Twitch に。削られてたら設置通ってとか、あ、まあ、設置は通ってますけど、設置通り切って、危なかったね。ああいう、ラストの一プレイでさ、まくられたりするから怖いっすよね。はい、ということで続いて、監視、あ、監視じゃない、作業、え？なんだっけ、下、換気作業か。換気作業っすね。で、まあ、国境といえばミュートですよ。やっぱね、久々にやるとなんか使い慣れたキャラ使いますね無意識に。はい、もうラウンドは始まって30秒経っております。いいっすね、そんな簡単にはできないっすよ、ポンポン。そういえば、まあ今ね、コミュニティのメンバーと一緒にやってますけど、この僕が作ったコミュニティ、まあ概要欄載せてますけど、結構ね、思った以上に、まあ20代後半とか30代、40代、50代と、はい、っていう方も多くて、あとね、ランクがまだ上がってない、ほんと下の方、だからコッパーとかブロンズとかね、そういう方も結構いたんで、なんかね、これ、その、まあ、僕としてもやっぱ、一緒に練習する仲間を増やしてほしいなと思って、コッパーとかね、ブロンズとかって、やっぱソロだと結構厳しかったりするんで、まあ、今ね、そういう方々は、コミュニティのメンバーと一緒にやったりしてますけど、もっとね、増えてほしいなと思って、まあ、なんか、僕も教えれるなら教えたいし、一緒にやりたいし、で、まあ、そうやって一人でね、すごい下の方で苦労してる人たちにはぜひね、仲間を見つけて一緒にパーティーゲーしてね、はい、まあ、勝ってほしいんで、もしそういう方で困ってる人いたら、もうほんと一回検討してみてほしいですね。なんかやってみてすごい感じました、それは。やっぱ一緒にやる仲間いた方がいいなと。これ最初狩りがロングで味方を倒してたんで、はい、工事で車線作りながら位置をねある程度限定してから落とし度、まあ、こういう上下がやっぱ強いじゃないですか、国境で。そんな中やっぱミュートとかってサブでも戦えて、でメインでね工事できて落とし度開けれたりするんで、こういうところの対応がほんと楽っすね。まだいますね、狩りで。これ絶対上取ってくるんで、どう考えても。はい、この辺はもうだから、シージやってるとね、
読めてきますよね。こう上から下に対してしっかり倒してて、でこれパーティーだと思うんで、相手も上から車線通して下見てるって分かればボムに入るのは無理なんで。はい、これ、なんで上に引っかかったかというと、PS4 ずっとやってたんでね、この2日間。 PS4 だと視野がかかる問題で、あれがね届かない気しちゃうんだけど、 PC だとやっぱ届きますね。感覚がまだやっぱ難しい。で最後の狩りの位置はあれ、正直あんな位置いても勝てないんで、まあもうしょうがないっす。今そこいるって多分言ってましたね、この時。CG あるある。というわけで続いては、オレゴンじゃない、オレゴンか、オレゴンの地下金貨使ってますね。ここね、よくガジェット、まあカメラにしてもマグネットとかに置いてあったりするんで、それ確認しました。左はなんか工事してる跡あったんですけど、2枚も閉めてますね。このラウンド見て聞いてほしいかなのが、エラの銃声ですね。最初エラ右にいたじゃないですか、ここね。はい、またエラの銃声しました。階段側いますね、エラ。でまだ右、まだえ、まだまだ右にいるんですよ。ここで左で鳴ります。左にみんな寄ってます。なので右進めます。この判断できるとすごい楽なんで、エラの銃声左鳴ってるってことは、右守ろうとしてたエラがもうボムの方に寄ってるってことは、最初ワンマイ倒した後にエラがこっちに戻ってくる前にも抑え込もうっていう判断ですね。これを聞いてないと、もう一回ドローニングしてから右に進むっていうようなね、一個、まあ無駄な動きが出てきちゃったりするんで、音だけで相手の位置は分かるんで、はい、一気に抑え込んで、階段も潰して、ラスト、ロビー側も潰して、はい、一気に、もう素晴らしいですね。抑え込み、囲い込み。あのね、前に進む人がいると、全体的に前に進むんで、チームが。こういう、一個一個進んでいくのすごい大事。というわけで、これね、もう一回、同じラウンドをね、繰り返し見ていくんですけど、皆さん今のラウンド見ててどうでした？僕のプレイのね、改善点というか失敗した場所があるんですけど、気づきました？それしっかり気づけてる人は、多分ね、普段落ち着いてしっかりね、状況を見ながら何が正解かみたいなのをね、判断しながらプレイできてる人なのかなって思うんですけど、はい、どうでしょう？もう一回見ていきましょうか。途中までいいんですよ。エラの配置とか確認してね。あ、今エラ柱になってる。右いる、ボム中いる。さあでも前進んでいかなきゃいけないんで、僕はね、自由なオペレーターなんで、ここでエラの銃声が左になってるんで抑え込めると。ここね、ここ完璧です。ちょっとコメントでぜひね、この段階で書いてほしいっすわ、気づけてたかどうか。もう完全にミスってるんですよ、僕の立ち回りというか。立ち回りは良かったんだけど、判断ミスがあるんですよ。気づいてないところ、はい、階段取ってくれた。ボム抑え込みます。ロビーも倒してくれた。ラストエラー、さっきこの辺にいたエラーですね。あとはもう囲い込みです。はい、というわけで分かったでしょうか皆様。正解はですね、僕はフィンカ使ってるんでサージを使うべきだったんですよ。どう考えても、どう考えてもですね、ロビーで倒れてる味方を起こせたし、手前にいる味方も起こせたのに、起こさず倒していってる。これはもう完全な判断ミスですね、はい、これ気づけてたら多分すごい、なんだろう、冷静にプレイしてる人な気がします。ありがとうございました。バイバイ。